殴っちゃった。ポスターを置いてあげて、これが、あ、値段減ってるね。あ、これも値段減ってる。なんか単刀直入に言うと、村人のゾンビ化の効果が1回目しか効果がないらしい。で、2回目からはいくらゾンビ化して直しても1回目の効果しか割引されないから、あ、取引内容でジャガイモ1個でエメラルドにするとかができなくなったんじゃないかな。まあ、あれはチートだったからね、しょうがないね。多分変わったのは、このゾンビの治癒と、師匠だと思う。師匠村人がね、いろいろ変わったんだよ。エンチャント本が特定の、バイオムによってエンチャントが決まるようになってて、今は大河の村だから、爆発耐性か、火属性か、火炎のやつしかない。フレームか。フレームだね、これ。一旦、職業を変えてもらって、火属性、あ、ちょっと逃げないで。爆発耐性。この3つしか出ないの。この大河の村からは。で、師匠のレベル5になると、あ、ダイヤだね。ダイヤの取引まで持っていくと、これでダイヤになったから、この人は、幸運2を持ってるはず。大河の村人の一番最後は幸運2。この人も、あと1段階。1段階でダイヤになったから、幸運2になるはず。あ、そうだね。だからバイオムによって幸運2が欲しかったら、タイガの村人を蘇生っていうか、レベルアップすれば絶対手に入る。だから師匠ガチャがいらなくなったってことだね。そのバイオムの内訳を言うと、砂漠が火属性、トゲの鎧、無限のエンチャントが出て、スペシャルが効率強化3。効率強化3か、これ。5じゃないのか。効率強化はエンチャント代で出せってことかな。演者台で結構出てくるからね、効率強化4とかは。ジャングルの村人は、落下耐性、飛び道具耐性、射撃ダメージ増加か。これはジャングルの村人から出る。で、スペシャルが、耐久力2。耐久力2か。3にしたかったら2個買わなきゃいけない。平原の村人は、パンチ、アンデッド特攻、虫特攻。で、スペシャルが、ダメージ軽減。ダメージ軽減3。で、サバンナが、範囲ダメージ増加と、バインディングカース。なんだ、バインディングカースって。あ、これは束縛の呪いかな。ノックバック、束縛の呪い、範囲ダメージ増加がサバンナで、スペシャルがシャープネス。だから、攻撃力増強3。雪国の村人が、ドロップ増加と、水中採掘と、氷上歩行かな。氷渡り。で、スペシャルがシルクタッチ。で、湿地の村人が、水中歩行と、なんだ、レスピレーションって何？レスピレーション。あ、水中呼吸か、レスピレーション。ってことは、水中歩行、水中呼吸、バニシング、消滅の呪いか。が、湿地の村人で、スペシャルが修繕。うわ、修繕取るのに、湿地の村人必要なのかよ。めんどくさ。で、最後、タイガが、爆発耐性、火属性、フレーム、で、スペシャルが幸運2。幸運2だね。え、この、普通のエンチャントは多分、あれだよね。レベルランダムだと思う。火属性1は2で売るのに、火属性2は23で売ってくる。で、スペシャルのレベルは固定されてるけど、スペシャルじゃないやつは、レベルがランダム。だから、爆破耐性4も出るし、1も出るし、2も出るし、3も出るみたいな感じかな。で、ジャングルとか湿地の村人は、作んなきゃいけないんだよね。村がないからさ、ジャングルとかには。もう、普通の村人を何人か連れてきて、ポン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 って置いて、あとは食べ物を渡す。はいはいはい、食べ物ですよ。1000ぐらいはいいのか。はい。こうすると、朝になると起きて、で、村人は、あ、これ出た出た出た。これでジャングルの村人は生まれる。他のところから村人を連れてきて、ここで村を、新しい村を1個作ってあげると、このジャングルの村人になって、ジャングルの村人を、司書にして、1人。1人司書にしてあげて、これで、あ、これであれだね、スペシャルの耐久力2のエンチャントボンが攻撃できるんだ。ちょっとめんどくさいけど、まあ今までが完全ランダムで修繕出るみたいな感じだったからね。まあ別にいいか。こんな感じかな、村人は。あと、行商人の方もなんか変わったらしい。ワンダリングトレーダー。これだ。はい。あ、増えてる。物が増えてるし、ツルハシとかも売ってくれるし。しかも買ってくれるようになったんだ、これ。今までエメラルドないと何もできなかったけど、いらないアイテムあったら、こうやって売れるんだ。いいじゃん。